高橋ひとしは、日本の音楽評論家、雑誌編集者。失明呼吸分子、KT 生。父は、プロテスタントの牧師、高橋隆造。16歳頃から、新治清に師事。東京音楽学校において、バイオリンを専攻するも2年で中退。また在学中を支援を受けた、乙骨サブローの違遇を得る。 日本プロレタリア音楽家同盟に所属し、1922年日本共産党決闘の際、決闘式において翻訳された革命家インターナショナルの足踏みオルガンを弾き、鉛筆で指揮をしての歌唱指導に参加した。1923年中に新時の圧線の下に雑誌オトラック研究を編集し、5冊をオトラック研究者より発行。この頃、大山イクの書生となる。 廃管の後、小笠原の父島に渡り、漁師となる。その後日本老農党の長谷川にお世間主催の雑誌、が党に参加。さらに、1927年、1928年の、コロプロレタリア前衛芸術家同盟の初代、音楽部長を務め、雑誌、前衛に参加。1935年10月より、帰還し、お楽研究を編集し、 教育商社書店より発行。1937年結婚。妻はピアニスト影山恵子。子に高橋雄二、高橋明がいる。1938年帰還し、おとらく研究廃刊。戦後は憲法普及会に属し事務局長を務める。足田人志とも親交があった。新自問家の長谷川義夫とも交流あり。後、 三菱化成黒崎工場に就職、香港独立運動を経て、川で処防再建計画を立案する。オトラック研究者発行のオトラック研究が1923年2月創刊で、同年中に第1巻第1号から第5号まで刊行されている。これを第1期とすると、第2期にあたる教育商社書店発行の機関紙、オトラック研究も、 1935年10月に、ヒンデミット特集の第1号を発行して、出発してから、わずか3年間に、第1巻第1号から第3巻第4号まで、全12冊、という短命であった。しかし、毎号130ページから140ページの厚さを持ち、各号が特集を企画して、その徹底研究といった内容のものであった。対象とする問題の範囲は広く、 法学研究号であったり、国語と音楽特集であったり、機械と音楽特集であったりした。日本音楽の現状と批判特集では、長谷川義夫の現代流行歌論や森田正義の日本の作曲会批判を掲載した。第3巻第1号のシェーンウェルク特集や、第3巻第3号のバルトーク特集などは、当時としては大胆な編集。後者は、 バルトークや古代と直接に文通をして、じきじきに資料を送ってもらい、バルトーク自身の民謡研究の旧論文を翻訳紹介している。当時としては最先端のアクティブな雑誌であり、リアルタイムで新聞員学派やバルトークを紹介するものであった。武蔵にの音楽美学を掲載し、これは高橋雄二の読むところとなった。ありがとうございます。